はい、というわけでやってまいりました。ザッツ雑談へようこそ。おいでます。おいでます。今日はね、本当にザッツ雑談ということなんですが、やっとね、最近運が向いてきたなということで、まあちょっと嬉しくなって動画を回しております。やっとね、車の試乗会に呼ばれるようになってきました。まあ東京で、開催されるんですが、今度行くのはね、自動運転に関する、まあ配信をしてほしいということで、まあ結構メディアの方がいっぱいいらっしゃるみたいです。で、まあその枠の中で、まあホンダとか、日産とかトヨタとか、いろいろね、車があるんですが、まあホンダのレジェンドが乗れるということで、私、お呼びいただいてどうも、ホンダの広報の方、どうもありがとうございます。本当に助かります。っていう感じでね、まあちょっと行ってくるんですけど、まあやっぱコロナで結構やっぱこういうイベントとかね、なかなか集めにくかったのかなと思いました。緊急事態宣言も解除されて、まあもうそろそろいいだろうということじゃなかろうかと勝手に判断しております。まあ私関西から行くんですけども、朝、11時からの、まあ、枠で、まあ、乗れたらなと思っております。で、やっぱりね、自動運転、これから、まあ、電気自動車に限らず、普通のね、内燃式の車であったり、ハイブリッドであったり、どんどんね、進化していきます。1年越しに、もうね、このシステムが、どんどん新しくなっていって、本当にね、このテクノロジーの進化っていうのがね、すごい速さで、進んでるんだなという感じがしますね。で、私が乗ってるね、このホンダ E、ACC、前の車にね、追尾したりとか、LKS ね、ハンドルがこう、くくっとね、自動で回るというのがあるんですが、まだまだね、やっぱこれ去年の12月に購入したんですけど、もうね、その LKS っていうこのハンドルの、新システムっていうのが、もう新しいのが出てます。私の乗ってるのは、65キロ以上なんですけども、ホンダの、シビックは、もう0キロから、もう、ハンドルがね、もう曲がると、この白線とかね、読み取って、いろんなね、このレーダーとかで、まあ、そういうのが可能になってきてると、いうことなんですよね。で、今度試乗する、ホンダレジェンドは、レベル3になります。自動運転レベル3ね。それは完全に、ちょっとシステムが違うんですよね。ライダーっていうのが、5箇所ついてるのかな？前に2つと後ろに3つついてるので、それでね、その空間認識っていうのができるみたいです。まあそれとこのカメラで、まあ認識してるらしいんですが、まあそれで高速道路で、渋滞時の時に、ハンズフリープラス、このアイズフリー、目をね、こう離せるんですよね。っていうのが、レベル3のレベルになります。まだね、この目をね、離すことできないんですよね、レベル2は。で、何ができるかっていうと、この目を離すっていうことは、スマートフォンが見れるということなんですよね。まあ、ホンダの方では推奨してないということなんですけども、スマートフォンはね、ただモニターに映るテレビとかは見れるということなんですよね。今まで普通に車買うと、テレビってね、運転中ついてないですよね。なんか消えちゃいますよね。まあそれもテレビが走行中は見れるようになるのかな。そのね、なんか青ランプがバーンとつくんですよ。完全自動。まあそのレベル3の自動運転になった時点で、まあテレビが見れるということですよね。いやで、まあ、スバルとか、トヨタとか、まあ、日産、まあ、どんどん、まあ、ホンダもそうなんですけど、どんどん、この自動運転っていうのがね、本当にブレイクスルーで、このスピード、速くなってきてるなっていうのは体感で感じますね。本当に車ってね、いつが買い時だという感じはするんですが、このテクノロジーに関しては、本当にね、もう1年越しに新しいのが、もうブラッシュアップしていくので、いや、本当にね、ちょっと、その辺は、
もうなんかあのテスラのような感じで、そのね、自動的にその更新していってくれたらいいなぁと思うんですけど、まあその車の持ってるその基本性能っていうのは、まあね、モデルチェンジしない限りは、まあもしくはマイナーチェンジね、しない限りは、その良くはなっていかないんですが、こういった自動運転とか、まあそういうテクノロジーの面に関しては、その本当に1年、もしくは半年ぐらいのスピードで、どん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 速いスピードで新しくなってきます。なので、もう本当にね、自動運転レベル5まで行くのに、もうあと何年ぐらいで到達できるんだという感じもしてきましたね。まあ、私ね、結構楽しみではあるんですけど、レベル5ってなると、もうね、運転席に座ってなくてもいいらしいです。後部座席にね、座って、お酒は飲んでいいのかどうかわからないんですが、とにかくこのハンドルすらもなくなるというね、噂ですよね。ハンドルもアクセルも何もねえみたいな。もう人はもう鍵を持って乗るだけみたいなね、感じですよね。で、まあ、それはだいぶ先にはなると思うんですけど、まあまだその運転手、まあ免許がある方しかこの車が運転できないということですよね。免許とかどうなるんでしょうね。レベル5とかになっちゃうと。いやー、でも本当にね、うちの、親も結構高齢化してきて、もう車の免許ね、実は、返上しました。返上したそういう方々とかにも、この自動運転レベル5とかなると、ひょっとしたら車運転ね、もう一回、運転はできないけど、この車に乗ることができるような社会になるんじゃないかなと思いますよね。で、やっぱり高速道路とか長距離運転、本当にね、楽だと思います。私が乗ってるこのホンダ E でも、高速道路すっごいすごい楽でした。一回ね、静岡県の富士山の方まで行ってきたんですけど、本当にね、やっぱロングドライブ片道400キロぐらいあったんですが、本当にね、なんか楽でしたね。なんかストレスの感じ方がだいぶ違うんですよね。で、やっぱりこの LKS とか、この ACC のね、足がね、本当に楽なんですよ。まあ、ハンドルも結構効いて、やっぱりその、制限速度内を守ろうかなという気持ちにもなってきましたね。結構ね、やっぱ制限速度を超えて走っちゃうと、その LKS というこのハンドルが、結構怖いなと思ってね、本当はダメなんですよ、スピード違反はね。ダメなんですけど、やっぱハンドル、まあまだその完璧じゃないこの LKS に対して、その制限速度内がやっぱ気持ちよく曲がってくれるんですよね。なので、まあその辺も安全で、まあどんどん追い越されはするんですけど、まあゆっくり運転ができてよかったなっていうのもありました。まあ足が楽っていうのだけでもだいぶね、進化してるんじゃないかなと思いますね。まあ高速道路では、もうね、先に自動運転化っていうのはしていくとは思うんですけども、こういったね、今運転してる下道、ね、今こうやってね、この右に曲がりたいんやけども、この車と車の間に入りたいよみたいなね、こういうのを、これ今目視しながらやったんですけど、すべてね、車のセンサーというかカメラというか、そういうのでやっていくっていうのが、これ本当に実現的なのかな、どうなんだろう、ここまでの精度って、どのレベルでできるんだろうかというのが心配ですよね。わからないですよね。まあやっぱり自動運転、周りの車が、ね、50% 以上、いや 70% 以上とかになってきたら、その車同士の、そのね、なんかやりとりで、譲ります、譲りませんとかね、そういうのも、ひょっとしたらあるかもしれないですよね。そのメーカーを飛び越えて、ホンダとか日産とかトヨタとか、まあ、はたまた海外とか、そういう世界基準の何かシステムっていうのを、まあ、作れば、まあ、こういうのもどんどん、ね、加速的に速くなってくると思います。で、もう 100% 自動運転が進めば、もう、それこそね、事故ゼロに近づいていくんじゃないでしょうか。ね。本当にね、車、5、6年ぐらいで本当にね、様変わりします。新しい車買い替えた方は特にね、それ感じてると思いますね。本当にこのね、5、6年
まあ、10年ぐらいでこの自動運転化っていうのが、まあ、すごいスピードで今進化しております。なのでまあその辺あの最新の自動運転今度あのどういう感じであの皆さんにお伝えできるかというのがあの楽しみでしょうがないですよね。今度ねあの東京の方に、試乗の方をしてまいります。まあいち早く皆さんにお伝えできれば、私も嬉しいと思いますので、いち早くね皆さんにも、お伝えできるように、頑張っていきたいと思います。なので皆さんグッドボタンとチャンネル登録をしてお待ちくださいませ。はい、というわけで今日は雑雑談、運が向いてきて、試乗会に呼ばれたという動画でしたじゃあね、バーイ。